はい、まあ、戦争しながら内政していく軍なんですけど、ここの2つの軍ですね、ここの2つの軍を、まあ、敵が来たとしても出陣させずに、まあ、内政を進めていく軍にしたいと思います。まあ、あとですね、このままずっと守ってても自利品なんで、まあ、できたら岸和田をあの威風で取りたいんですけど、ちょっと今の現状のままでいくと自分の領地を荒らされるっていうのを前提になることになってしまいそうなんで、ちょっと緩衝地帯として相手の軍を一旦攻めに行きたいと思います。でそこでなるべく敵を滞在させて、そこで威風を発生させていくっていう、そんな形で行きたいと思います。なのでとりあえず国衆をここの軍にやって制圧をしていってもらいたいと思います。はい、言うてる間に接触したんで本体を出すんですけど、これで内政してる部隊ですねだけ除いていきたいと思います。ついてまいれ。それでは合戦していきましょう。これぐらいやったら余裕で吹き飛ばせるでしょうね。はい、まあ余裕でしたね。一瞬で吹き飛ばしますか。まあ、こんな感じですね。まあ、それじゃあ引き続き制圧やっていってもらいましょうか。まあ、ついでにここの軍も出たんで、ここの制圧もやっていってもらいましょうか。多分ここでもどっちでも合戦が起こせるのでやっていきます。はい、それじゃあまた合戦できるんでやっていきましょうか。今回は3部隊か、ちょっと多いですね。まあ頑張っていきましょう。勝ち戦ぞ、勝ちの気を上げるのだ。はい、まあまあ余裕ですね。さてさすがにもう撤退するか。おげち相手の様子もわからないんで、ちょっと国衆を下げたら、あ、これ多分撤退してってますね。じゃあ国衆も返しましょうか。非常するぞ。はい、一応ちょっと緩衝地帯を1個取れたんで、2個取れたんで一旦帰りましょうか。我が部の見せ所か。まあ、こんな感じでちょっとやっていきたいと思います。三好の相手をしてる間にやっぱり北畑家にこっちの新宮城取られそうですね。これはここの新宮城を取ることを第一目標にするならば、最初はもう三好に心中する以外に多分道がないですね。まあ、それかもう北畑とやり合ってもいいのであればいいんですけど、今出てる部隊で4部隊なんで、で、こんな感じか。威風で取るのはちょっと難しそうですね、ここ。でここまで全兵力を持ってきて、北畑家と争うと、さすがに三好にやられちゃうんですよね。三好にやられちゃうんやったら結局、どうしよう。まあ、心中して、その後、ここの新宮城取ってから破棄してもいいんですけど、まあ、とりあえずちょっと今回は新宮城は諦めて、もちろん岸和田を取るようなそんな感じでいきましょうか。今回今職人の招集とかあるんで、まあ、ここの雑賀城の、開発をマックスぐらいまでやって、ここの岸和田に行って合戦を起こすっていうのも一つのやり方やと思うんですよね。まあ、それで威風で取るっていう、そういうのがいいのかもしれないですね。まあ、とりあえずちょっとこのまま内政していきたいと思います。さて早々に三好の軍がまた来たんですけど、今回なんとか威風を起こせそうな、そんな気がしてますね。今数えたら、何部隊やったかな、3部隊こっちの、海を渡ってきてて、残り6部隊かな、6部隊をこのルートで来ようとしてるんですよね。なのでここの場所で威風を起こせばおそらく取れると思うんですよね、威風が。ちょっとタイミングにもよるんですけど、全員が来るタイミングにもよるんですけど、うまくいけば威風中が起こせるので狙っていきたいと思います。まあ、他のルートで来てるやつらもいるんですけど、それはちょっと別途対応していきたいと思います。きついな、大丈夫かこれ。大丈夫じゃないような気もするが、これ一旦ちょっと下げるか。
上げて若干軍が制圧中になっちゃうけど、ここは耐えてもらいましょう。この軍の制圧中ってどうなってるんやろうね。一応まだ何かがなくなってるわけではなさそう。完全に制圧されないと大丈夫なんかな。それで言ったらウニシュをちょっとここら辺に持っていって、ここで戦闘を起こす準備だけしておきましょうか。さてさて、これでなんとかいけるか。いやいやいや、さすがに陣を構えよ、戦の始まりぞ。これでイフを起こしていきましょう。我が軍の見せ所か。まあ、今回はちょっとかなりきついんで全部隊出しますわ、さすがにね。はい、これで合戦やっていきます。我が軍の見せ所か。はい、2部隊対8部隊これで威風中が発生します。まあ、兵力差も負けてますけど、まあ、鉄砲で頑張っていきましょう。はいはい、マップ的にはあんまり、いやでも結構いいマップかもしれないですねこれは。まあ、とりあえずやっていきましょう。まあ、戦法はいつも通りですね。まあ、とりあえずこっちの川のこちら側ですねの要所だけ一旦取るような形にしたいと思います。まあ、今回は結構マップが広いんで、多分誰が一番槍を取っても問題ないと思いますね。まあ、ここのまず要所を取ることが重要ですね。この要所の近くはあれですね、正射が起きやすいんで、ここを取ってここで正射をいっぱい発生させていくっていう作戦でいきたいですね。はい、絶好正射が決まっていく。はい、速攻撤退していく。さすがにも追いかけなくていいでしょう、次々敵が来るはずなんで。おっと、一番槍を取ったけど、倒せるなら倒してもいいんですけど、ちょっと戻りましょうか。さすがにこれは何すべきか。川を渡ってきてますね。川を渡ってきてるんであれば、これ停車で一気に倒せるんじゃないか。倒せるか。はい、鉄砲停車が決まっていく。はい、2連続食らっていく。おっと、捕らえてしまった。これでまたあれですね、被害者が出てしまいますね。ただ一部隊ちょっと倒せないんで、この一部隊がどっち来るかなんですよね。こっち、あ、でもこっちのあれですね、こっち側の川のあの吹きの川の端の方のここの要所は狙われたらもう捨てましょうか。こっちで回り込んできてる部隊もいるんで、どっちみちちょっと軒口で相手しないといけなくなるんで、まあ、森とか通ると若干移動スピード落ちるんでね。はい、ここを正射でやっていく。壊滅させてからの、あとは軒口正射を食らわせていきましょうか。これでかなり、これほぼ勝ち確か。あと残り3部隊で、あ、これ正射で、あ、4部隊いますね。ここ重なってて全然見えなかったですね。ただここで正射の交代正射をやってもらわないといけないんで、ちょっとここはかなり重要なところなので、スピード落としていきましょうか。で、そろそろ多分停車の範囲に入ってるんで、停車していきます。停車で戻って、フニシューも停車を入れていく。狙い撃ってくれるわ、ここに歩みを。まあ、軒口が落ちない程度に停車をやっていきましょう。まあ、余裕か、これは。はい、壊滅させていく。はい、これで決まって、これで余裕で倒せますね。これは追撃でいけるかな。ここに、じゃあ残りのやつは要所でも制圧させていきましょうか。はい、そんなこと言うてたら相手があれですね、要所狙いに来てくれましたね。ここの要所でまた聖者の祭りをやっていきましょう。歩みを進めよ。あ、聖者が決まらない。要所を捨てる形でいけばいけるか。要所を攻撃されてたら発動するはずなんですけどね。
これ発動しない。そうなるともうちょっと諦めて、まあ、普通にガッチってもいいですけどね。これやったら勝てるけど、あ、軌道も下げられてるし、ガチりましょうか。後ろからちょっと挟み撃ちする形でいきます。なんとかここで強撃が決まって、これで完全に壊滅させれるでしょう。撤退して壊滅させていく。はい、壊滅できましたと。ちょっと体力だけ回復してラストの兵を借りに行きましょうか。はい、最後の要所を落としました。これで勝利ですね。最後らへんちょっと鉄砲が全然正射発動しなくて焦りましたね。はい、勝利です。まあちょっと思った以上に兵減っちゃいましたけど、まあ勝ててよかったですね。いや、獲得勲功が凄まじいですね。一人捕らえてしまったんで、あの、処断していきます。おとなしくしやがれ。誰でしたっけ。あ、細川さん、残念ですけど、ここで、はい、処断していく。そしてここで念願の威風中が発生します。これで多分岸和田取れると思うんですけどね。我が名を運べ。はい、岸和田が取れました。ありえぬわ。1の城と7の軍が当家に寝返りましたと。まだちょっと来てるやつらがいるんで、こいつらを撃退したら終わりかな。見せどころか。 あと士官も来てますね。愚心があります。おー、王蔵院いい家ですね。これ確かあれですね、槍の名手でしたっけ。あ、十字槍を使用した、放送院流槍術を創始したという。あ、創始した人なんですね。投与していきましょう。ご加盟とあらば。あとはもう一人、いい案があるぜ。湯川さん、湯川直春、まあ能力低いですけど、まあこの初段縛りにおいてはあれですね、貴重な人材になってくる可能性があるので投与していきます。さっさと片付けてやる。じゃあまあ残りのあれですね、部隊を殲滅していきましょう。さて、これで一旦あれですね、三好の攻勢をしのぎ切ることができたんで、全部隊騎乗させましょう。はい、早々に戻るぞ。さて、最下城に全員騎乗したんで、この岸和田の治療をやっていきたいんですけど、その前にですね、この後継者家督を譲っていこうかなと思います。それでですね、まあちょっとこれまでやっていく中で気づいたんですけど、これ家督を仮に重金に譲るじゃないですか。するとこの定優は何て言うんですかね、役職的には宿老になるんですよね。なのでめちゃくちゃ多くの軍を治めることができるんですよね。今回武将の不足がかなり心配されるので、なるべくみんなの身分を上げていきたいんですけど、最後の身分に行くまでには結構時間がかかるんで、ちょっとこれを使ってあの一気に全員のあの役職ですねを上げていきたいと思います。まあ譲れる人は限られてるんですけどね。とりあえず重金今、家老なんですけど、これをすることによって宿老になることができますね。そしてここから、重秀ですねに譲っていきたいと思います。これでですね、治療をする場合に定優が宿老になっているので、7つ城を任せることができますね。城じゃない、軍を任せることができますね。重金も家老やったので、家老だったんですけど昇進しましたね。はい、いい感じです。ここは定優に任せていきましょう。軍に来ようぞ。他の軍も割り当てていきますね。まあ、最終的にここの岸和田に、最終的にというか、ありがたき幸せ、最下城の内政が終わったらこっちに移動してくる予定なんですけど、まあ、お金が貯まるまでに結構時間がかかるんで、ちょっとの間は任せていきたいと思います。ありがたき幸せ。恩に着ようぞ。あとは職人召集も出てきたんですけど、ちょっとお金がないんで、ちょっと兵糧を売っ払ってやっていきましょうか。これでプラス3になるので、またかなりでかいですね。誰にやってもらおうかな。ここら辺でいいか。わかり申しました。
はい、まあ、ここから、まあ、三好がどういう風に動いてくるかがよくわからないんですけど、まあ、ほとんどの部隊を蹴散らしてやったんでちょっとの間は来ないと思うんですよね。ここの岸和田も兵が回復すれば防衛はそれなりに問題なくいけるかなと思います。まあ、幸いにもここあれですね、国衆もうちのあれですね影響下にあるみたいなんで、兵力が回復すれば援軍として来てくれそうですね。これはいい感じ。まあ、ただ貞雄が移動したせいで統率が90あったのが多分90なくなってしまったせいで鉄砲のレベルが3まで落ちてるんですよね。だからとりあえずこの職人召集が終わるのが第一優先にはなりそうですね。まあ、その後は岸和田のあれですねレベルアップかな。さてこっちが威風で城を取ってる間にこちらの方であれですねちょっと動きがあったみたいですね。まあずっと取ってたわけではないんですけど、流れとしては北畑が、まあ、ここのあの津城までは北畑の領地やったんですけど、この、新宮城ですね、新宮城を北畑がこう攻めた時に兵力が、このあの津城以外、まあ、ほぼ空になったんですよね。そのタイミングでここの六角が北畑の城を攻めまして取ったんですけど、おそらくその取って耐久とかがめっちゃ減った段階のところを織田に狙われたんですよね。でここのあの津城は逆に北畑が取り返そうとしてるんですけど、まあ、取り返してそのまま大丈夫なのかっていうところはありますけど、まあ、もうすぐ北畑が取り返せそうな状況にありますね。でここの伊賀上野については織田がそのまま多分進行してもうそろそろこれ落ちそうな気がするんですけど、どうなるんかな。はい、あーこれ殴られて落ちますね。はい、落ちましたと。であの津城も北畑の手に落ちましたと。で六角がもうあれなんですよね、城2つだけか。あでも2つまだあるんやったらまあまだなんとかなるような気はしますけど、織田も今回の攻めでだいぶ兵力を失ったと思うんで、ただちょっと織田が大きくなりすぎるとこっちも困るんで、ちょっと今後の方針をまた考えないといけないですね。親善もやりたいんですけど、まあ、ここら辺の上位集落を作るためにお金が必要なんで、まあ、なるべく政策も含めて金がかかるやつは打ちたくないんですけど、まあ、ここの筒池が取られると非常に困るんで、ちょっとここの筒池ですねに親善を送っていきたいと思います。それでまあ同盟を結んだら、まあ、相手を守ることもできるんで、誰でもいいんですけど大名で行きましょうか。やるとしようか。はい、っていう感じでやりたいと思います。今強調になってるのはおそらく威風で若干評価が上がってるからやと思うんですよね。ちょっと普通になったら一旦切り上げて内政に集中するっていうのもありだとは思うんですけど、まあ、一旦ちょっと筒井さんと仲良くする形にしていきたいと思います。それで城も増えたんで、さすがにちょっとこの制度改新は制定していきたいと思います。受けたまりましたぞ。まああとこの最下の総規定も制定したいんですけど、ちょっと金がなさすぎるんで、もうちょっと待ってからにしましょうか。あと最下城の鉄砲レベル3に下がってたのを統率が90あったからって言ってたんですけど、この軍に配置してなかっただけですね。なんていうんですかね、家督譲りまくったおかげで、そのせいでちょっと軍の配置されてないやつがいたんで、そのせいで下がってただけでしたね。それじゃあまあちょっとの間こんな感じでやっていきましょうか。まあちょっとの間は内政でしょうね、これは。まあ、内政してたらまた三好家が攻めてきましたね。別所からも援軍を要請したみたいかな。はい、そして2万の軍がうちにまたやってくるみたいですね。ちょっとどんな感じで来るか見ましょうか。この高屋城とかめっちゃ近いんでね、まあ仕方がないんですけど、どんな感じや。今全部の部隊の行き先を見た感じ、ちょっと威風で城取るのが難しそうですね。この別所が来てるようなこういうルートで岸和田に来てる軍が5部隊いるんですけど、でこっちの四国の方から西下城に向けてだいたい3部隊かな、3部隊来てて、西下城に別のルートで来てる部隊が3部隊いるんですよね。
だから335っていう形でちょっと今のままやったら威風が発生しない、まあ、ここの5のとこは発生するんですけど威風弱とかなんでちょっと発生させてもなっていうところはあるんですよね。まあ、ちょっと他のところの部隊を倒したら行き先が変わったりするんでちょっと防衛だけやっていこうかなとはまあ思うんですけど、ちょっと今のままでは起きそうにない感じではありますね。まあ、とりあえず防衛をやっていきましょうか。ここの国衆に頑張ってもらって、まあ、とりあえずここですね。こことここの港があるところですね。ここを防衛すればあとはいけるかな。まあ、大名はあんまり動かしすぎると合戦が起こせないのでやっていきましょうか。まあ、あとこの最下城なんですけど鉄砲レベル7までいきました。なのでさらに強くなってますね。まあ、しかもですね、まあ、まだ出陣させるわけじゃないんですけどこの鉄砲レベルの3っていうのは何部隊で1部隊だけで出しても全然ついてくるんですよね。なのでかなりお得ですね。全部の部隊が鉄砲部隊にしていけばまあ正射が成功しないっていうパターンはないんで、まあ、できたらレベル5の部隊を2部隊連れていくような形が理想ではあるんですけど、まあどこまでうまくいくかがわからないんで、まあできる限りやっていきましょうか。はい、一発目のところが、はい、ここが、あれ、まだか、接触した、あ、接触しましたね。接触したんで本体も出します。全部隊出すか。まあ、早めに終わった方がいいんで全部隊出しましょう。急がれと置いていくぞ。で合戦で殲滅していきます。やれでもでっかい勝ち時を上げろ。はい、勝ちました。まあ、余裕やったんですけどちょっと一部隊捕らえたんで処断していきたいと思います。敵が将召し捕らえたり。はい、ヤギウさんですね。ヤギウさん武勇強いんですけどね、残念です。よく言った。悔いはないわい。まあ、あとはこの倒した状態で他の部隊がどう動くかですね。まあ、そろそろこっちの港側にも軍を出すんですけど、今回はちょっと2つに分けますね。どうするのがいいんやろ。一部隊はこんな感じですね。チゲカネ隊で、出したいと思います。こいつで接触させて、あとは本体も含めて合戦をやっていくっていう感じですね。わしに従え。申し訳ござらん。おっと、これは放送員もうさすがにダメちゃうか。ちょっと放送員のやつを変えときましょうか。片付けなし。戦となる。はい、接触したんで本体を出して、やろうども遅れ。これで合戦をまた始めていきます。一回勝ったはいいが暴れ足りねえぜ。はい、余裕で守りきりました。ああ、よう部隊、よう見たら岸和田に来てる部隊7部隊いましたね。 1,2,3,4,5,6,7。 あともう1部隊来てくれたらよかったんですけど、ちょっとまあそこら辺は言うてもしゃあないか。おっと、やっぱり引き抜かれちゃいましたね。つついけ、マジか。いやー、やってくれるね君。まあいいか。まあ、それでですね、結局他の軍は岸和田に目標をチェンジしてくれなかったんで、このままやったらどっちみち威風起こせないんで、今回は普通に防衛していきたいと思います。はい、これで大体もうあれですね、防衛は終わった感じかな。まあ、まだもうちょっと残ってますけども、小勢すぎて問題ないでしょう。多分そのまま退却すると思いますけどね。あと、まあ神前筒井にやってたんですけど、威風の効果が終わってから不審になっちゃったんで、もうそれからはやってないですね。引き抜きもされたしね、勘弁してほしいですね。まあうちが守ってる間にあれですね、六角がもうこれ織田に吸収されそうですね。
吸収されそうやし、浅井家もなんかやられてる、これ。あ、浅井家は同盟してるから織田の織田を通してるわけですね。あー、もうこれはきついな。てかこれ今六角あれですね、足利と同盟してるはずやのになんで防衛をお願いしないんですかね。まあ、ちょっと理由はよくわからないですけど、このまま六角滅びちゃいそうですね。ここ滅びるとだいぶきついんですけどね。想像以上に六角が落とされるのが早いのもあるんですけど、今ですね、筒以上が狙われてるんですよね、織田に。これでやられるとかなりきつい。あ、これ落とされそう。これどうするんや。え、信長が出てきてて、いや、もうこれ絶対落ちるでしょ。助けてあげたいけど助けられないんですよね。一応助ける方法はなくはないけど、いや無理やな、メリットがなさすぎるか。まあ、ちょっと生還するしかないですね、ここは。この筒井を従属させることができないとだいぶ予定が狂うな。そうなると三好戦が終わってから武将が増えない。登用するか、まあ引き抜きするしかないっすね、そうなると。あー、どうしたものか。